Hello everyone, and welcome back to Trials of Mana. Alright. New enemy. I need to go around. That did too much damage. Oh my gosh.
緒だと負ける気がしません。Ooh, they hit hard. Oh no! Nope, okay. この辺の敵は全滅させたようだな。More enemies. 私たちの邪魔をしないでください。She needs to stop dying. 覚悟するのね。I'll do it one more time. Here we go.
行きましょう。行くぜ。動けまい。いかに英雄をといえど、魔法で動きを封じられてしまってはどうすることもできないだろう。やはりアルテナのグレンの魔導士か。なぜバルダは、いや断りの女王はフォルセナを攻める。世界中のマナストーン占領のため、フォルセナが邪魔になる前に潰せとのご命令だ。いつまでも過去にはこだわらないと申されていた。そうか、残念だ。聞きたいことはそれだけか。よかろう。では死ね。待て。ほほ、いつかの小僧か。覚えておくぞ、また会おう。待て。くそ、逃げるのか。俺と勝負しろ。グレンの魔導士、今度会ったら必ず。国王陛下、ご無事で。デュラン、戻っていたのか。英雄王さん、母をご存知なの。ん？ではそちは断りの女王ヴァルダの娘だというのか。でもお母様は私を抹殺しようと。なんということだ、ヴァルダに娘がいたとは。何なの。いや、すまん、何でもない。何をもったいぶって、気になるじゃない。ケチケチしないで教えなさいよ。こら、プレイモノ。国王陛下に向かって何ということ。いや、構わん。すまんな、王女。いずれわかることかもしれんが、今は知らない方がいい。それにヴァルダの様子も気になる。あの心優しかったヴァルダが娘を殺そうとするとは。ん？英雄王様、私たちはマナストーンのそばにいるという精霊たちを探しています。マナストーンの場所を教えてください。フェアリー、そうか、お前たちが。かつて竜帝との対戦の時にもフェアリーを見たことがある。実はわしもフェアリーに選ばれし者だったのだよ。え？残念ながらそのフェアリーはわしを残して竜帝にやられてしまったが、こうして再びフェアリーが現れたということは世界に危機が迫っているようだな。マナストーンは世界に8つ存在する。それぞれ土、水、火、風、光、闇、月、木の8元素を生み出していると言われている。マナストーンの近くでそれら8元素に属した精霊たちを見つけられるだろう。光の精霊ウィル・オービスプと土の精霊ノームは見つけました。ジース！残りは6つか。商業都市バイゼルから船でパロに渡れ、山岳地帯ローラントには風のマナストーンがあるはずだ。わかりました。必ず見つけてきます。残りのマナストーンを探すためには風の精霊ジンの助けが必要になるはずだ。ジンを見つけたらまた戻ってきたまえ。頑張れよ。
find a way to Bessia. Oh, man. Nothing here. Nothing there. Just hoping for an item to be there.This just what I need. Wait a minute, I feel like I missed something. Yep, just a quick save.I just showed someone into the courtyard so they could set up a new cannon. Makes sense that we'd be beefing up the castle defenses with what Altina's troop movements. Come to think of it, I think the cannon mechanic said something about blasting all the way to Maya. It was almost like he was talking about shooting people out of that thing instead of cannonballs. Wouldn't that be something? Yep.Been a while, dude. The thought of Busu has been your new ability. Learn Chain Ability. Attack increase when using Class Strike. Ooh, nice. I shall take that.弟のボンジュール、マイアに戻りたいんでしょろ。もうちょっと待ってんか。兄貴にもろた大砲、これからここにこしらえるさかい。Alright. And this is where I'm gonna end this video. I wanna thank you so much for watching, and I'll see you guys next time.